てやったりするといいっていうこと。欧米か欧米か、うん、ヨーロッパやろ。ヨーロッパか欧米か。今日は何ですか。今日リファシャワーヘッドです。トンチハッピーバースデープレゼント、サプライズでーす。めっちゃびっくりしたよ。てめえ、ベッドの下にあったからね。ベッドの下に隠してたのにこいつ見つけた。これはあのリファーの最新のあれなの。まあ言っちゃったら最新ではない。旧型。うん、そう旧型。最新のは5万4万。うん、だからこれは？で17,000〜6,000。でもこれはすごいってことをみんな見てね。これはねお試しで使ったことあるんだよ。そしたらすごい良かったから買いたかったんだずっと。でもソンがダメだって言ったんだよ。だから内緒で買ってプレゼントするっていうことにしたんだよ。余計わかんないわ。だって本当にいいものなんだしね。だしソンはいつもねあのシャワーでお風呂入るからもったいないでしょ。もったいないじゃない。もったいないシャワーでお風呂入るからあのシャワーの圧が肌に当たって良くないっていうことも聞いたことあるからこれの方がいいんじゃないかと思ってやったんだよ。これは本当パーって浴びた後あれもう体全部洗ったっけ、とか言うぐらいもう本当、うん、本当。でもねユキはねちょっとリファに目がないんだよ。リファ見たらあ欲しい欲しい欲しいってなっちゃうからちょっとね。カッサもあるよ。ちょっとあるかな。持ってる。あった。あった。皆さん、ちょっと汚いんですけど。これ、こう見えるかな。リーファー。リーファー大好きやん。これはね、これです。パパー。カスターの説明。これです。これはね、ソーラーがここについてて、ここで充、ここでソーラー当てます。電気でも OK です。でだえソーラーで何かチャージするの。ソーラーでまず電気をここにチャージします。ここからね。でここに電気をチャージしたら静電気が生まれます。だから静電気の力でこういうふうにこうやってやったりこうやってやったりするといいっていうこと。これはね、定価3万いくらかな。こいつね、これ買って最初もうやりすぎてここもう真っ赤になっちゃってね。そう、ユキはこここうやって やったらあのやりすぎちゃった。ヒョウ柄みたいにここがボツ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 ってなったんだよ。で、ユキがなんだこれはって言ったらソンが内出血してるってことだよって怒った。怒るよ。まあ、一時期没収されたと思ったけどまだ戻ってきました。じゃあリファン、はい、ファインバープルです。シャワー本体アダプター3種外周オーリングゴムパッキングトリセツ開けます。でなんかさ遠いね。さあ行きましょう。パパーン。なんとティファニーのティファニーかと思うような綺麗な青ですね。開けてみます。バーン。おお。ソンの顔と比べてみましょう。おお。結構でかいでしょ。
でかい。これやって。あ、もしもし。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 最近の子供たちこれ知らないんだって。嘘。これ使わない。ああ、だって最近の子はもしもしじゃなくてもしもしらしいよ。ああ、こう。あ、そうなんだ。最近の子ね、こう。なんで電話のアイコンがね、うん、こういう形かわかんないんだって。ああ、そうだね。なんでってなっちゃう。確かに。受話器がないか。そうそうそう。はい。はい、次。うん、これが多分アダプター。ここにつけるやつ。ここがトリセツか。なんで韓国語まであるの？だってさ、見てごらん、この重厚感。さすがリファですね。何これ、何、あ、これね、あの保証書じゃないの。え、あの傘を買った時にもあったよ。え、傘買った時もある。うん、リファパインバブル、パイン、リファパインバブル、パインバブル、うん、なんで韓国語もあるの。なんで、別にだからいいってことじゃん。あ、そう、ここ MTG のあれか。 MTG です。何、前調べたね、リファーは MTG の子がいる。 MTG って韓国、 MTG は、いや、日本の企業なんだけど、結構こういう美容系を作ってるね。うんうんうん。で、あれだ、シックスパッドと多分関係ある。ああ、言ってたね。終わり、終わり、つけるか。で、ね、さあ、ここは孫の洗い場です。洗い場そういうのこれね、レオパの元々のレオパレスだね。そう、言っていいのか。言っていいよ、うん、KVK っていう、なんかわかんないけど、うん、はい、すごいね、水圧はね、とってもいいんですよね、こんな感じ。どう、あ、手に当てた、当てた感じは痛いね。いや、別に痛くはないから、ね。まあ普通だね。そう、そう言いたいね。そう言いたいです。言わせたいです。取り付け方は簡単だと聞いてますよ。まずシャワーヘッドをくるくる回して取りますね。取った。取りましたね。そしてこれ入るのか。あの、あれは何、いらないの？別にアダプターいらなさそうだ。さあ、どう、付け替えた？いい。でかい。でかいね。でかい。でかー。このぐらいだよ。でかー。マジか。え？何？あ、できる。いいやー、いいやー。ここでね、ここだね、大事なのは。うん、はいはい。で、ここはオフモードがあって、うん、これがファインバブル1、ファインバブル2がある。おお、おお、君もう知ってるね、知ってるね。どっちからやろう、オフ。オフ。ああ、全然。別にさ、弱いはないよね。ああ。どう？聞きも。おお。あれ。柔らかくない？もう水、水もあの柱っていうの、なんていうの、うん、本数が多いね、うん、多いね、芯の数が多い。これは何？わかんない。ファインバブル1だって。うん、ファインバブル2。ちょっと何、違いは何かちょっと説明書見ないと分かんないけどね。弱くなるんじゃない？弱くなるの。うん、いいね。
あーなんか水のいい匂いがしてきたねえ。いつもしないけどお湯のいい匂いがするわ。おどうどうどう使ってみないと。じゃあこれから入りましょう。入ります。でかでかはい、上がりました。上がった。どうでしたか？強くなかった。で、水圧がね、強くなかったね。水圧が下がった。下がった、ちょっと下がった。残念ですか？水の、あの、芯の数はめちゃあった。で、ありました。で、多分ねシャワーヘッドのどっかにあの温泉の匂いをなんかつけたと思った。本当？なんか温泉の匂いがした。おおした。うん、そう、うん、しなかった。しなかった。あ、そう。君が言ったあの水のいい匂い、水のいい匂いは何だった？まあ本当にその時はした。どういう？なんかシャワーバーって出すじゃん、うん、それの跳ね返りでふわーって蒸気がなんかわーって空気中にわーって粒子が舞うじゃん、うん、それがなんかちょっとあミストみたいな、いい匂いミストみたいな、うん、お湯ですみたいな、うんうん、これから使っていけますか？使えます。うん、満足度星5の字なんですか？まだ分かりません。まだ分かんない。正直ですね。正直な韓国人でした。正直です。でじゃあリファさんこれからもよろしくお願いします。今私ドライヤーを狙っています。あ、リファのドライヤー欲しいです。レア髪です。あリファドライヤーマジすごかった。それも体験してみたんだけど星でーす。じゃねー。